ません。じゃあまた伊藤純也さんの件で内容を見ますね。皆さんこんにちは。 U23 アジアカップ決勝のウズベキスタン戦は後半アディショナルタイムで山田選手のゴールシーンと国防選手の PK セーブシーン生中継で見てました。ウズベキスタンは今大会ここまで無失点だったそうで、山田選手のゴールが今大会の初めての失点だったようです。また PK を献上した時点では同点が必死と思われましたが、国防選手の PK 阻止は痺れました。国防選手も A 代表に来てもらいたいと思いました。若い選手たちが優勝してカップを掲げる姿は良かったです。オリンピックの本戦では伊藤純也選手がオーバーエイジ枠で招集され、攻撃の幅が広がり、さらに面白いサッカーが見られることを期待したいと思います。昨日スタッドランスは親善試合があり、伊藤選手は途中出場したようでした。所属選手の移籍の話も具体的に出始めており、監督の交代も決まり、伊藤選手の去就も気になります。連休が明ければきっと伊藤純也選手の意見も進展があることを願って気持ちをつないでいきたいと思います。僕も昨日見てましてよかったですね。まあ、ただ結構やっぱりウズベキスタンが強かったっていう、前半控えした時0対0の時は結構押されてたなっていうふうに思ったんですよね。シュート数も少なかったし、でも後半になってちょっと日本のペースになってきたなっていうところがあって、いい形にもなってきてるなっていうところはあったんです。まあ、確かに途中でね、長い時間ね止まってる時もあったんで、まあ、そのアディショナルタイムが結構長いだろうなと思ってたら、やっぱり11分だって、早々に決めたので良かったなと思ったんですけど、ハンドでね、ビデオのやつでね、バレてしまってっていうんですか、まあハンドだろうなと思ったんですけど、ハンド取られてしまって PK になったじゃないですか。もうその時はもうね、もう結構夜遅かったんで、僕は前半戦まではリビングでお酒飲みながら見ようかなと思ってたんですけど、いやもうあまりにも結構長くなりそうだったんで、寝室行って横になって見せた時だったんですけど、あれね、見ててね、不思議とね、何ですか、国防がこれ絶対防ぐだろうなって思えたんですよ。多分そう思った人多いんじゃないですかね。なんかね、国防は防いでくれるなっていうような予感がしたんですよね。まず PK の時に手足が長いんだなっていうかね、まあ勢い的なものとかの国防のオーラを見ると、これ止めるなっていうような感じがあって、やっぱり案の定止めたんですよね。そしてウズベキスタンの選手も結構コチコチだったというか、止めれるんじゃないかなと思ってたら、やっぱ止めれたんで勝ったなと、よかったですよ。だからね、まあ週刊新潮に言いたいと思いました。ほら見ろと、やっぱりまっとうにやら日本で強いんだよと、余計なことはするなってね、もう二度とね余計なことしないでくれと、もう邪魔しないでくれと、本当にね昨日思いましたね。アジアカップも絶対行けてたんですよ、普通に考えたら。どう考えてもアジアで一番強いですもん、日本は。何をしてくれたんだと思いますけどね。で、特に進展はないんですが、ご参考までに平塚さんのポストですっていう。こちらはネガティブなニュースないですよ。皆さんゴールデンウィーク楽しんでください。いろいろ出せない情報は皆さんで回し合ってください。不調の原因とか、表には書けないので、ないってことですよね。何もないってことなんじゃないですか。情報が何もないって話ですよね。ゴールデンウィーク前に何かが決着がつくっていうのも、まあ、多分決着はついてんでしょ、多分ね。でも表には出てないってだけの話だって、それを知る由がない、これ以上の進展がないってことは、僕はプラスに受け取っていいと思ってるんですよね。逆に進展がある方が何かがあったって話なので、伊藤純也の事件に関しては進展がないってことは、このまんま不起訴で終わるっていう話だから、そしたらで代表、日本代表に復帰するので、あとまあ別なので、週刊新潮がまたバッシングされてるのがあるんですよね。これまっちゃんのネタですよね。松本人志ロスは意外と長続きしないっていう見出しのデイリー新潮があって、それに対してめちゃくちゃみんなが怒ってると。今のところ SNS に松本ロスは見当たらないという一文含め、松本ファンがめちゃくちゃ怒ってる、激怒してる。圧倒的に松本ロス、松本ロスなんて当たり前、早く帰ってきてロスってます、思いっきり松本まっちゃんロスしてますけど、反論する声がネット上に拡散散乱したと。その結果 X では松本ロスがトレンド入り。これが国民の声見てるか、週刊新潮、週刊文春ってことですよね。
なんかいつも余計なことしますよね。週刊新潮。松本さんの話ってまあ、ね、基本的には週刊文春のネタなので、週刊新潮もちゃちゃ入れる必要がないわけですよね。それなのにちゃちゃ入れて、松本ロスなんて世の中ないんじゃねえのっていう風に、ちょっとちゃちゃ入れて、松本ファンからめちゃくちゃ怒られてるっていうね。後半にね、真面目にね、なんですかね、こう、事件を追うとかね、そういうことした方がいいんじゃないですかっていうふうに思いますよね。もうちょっとライターさんですかね、その、記者とかライターですか、そういう人をもうちょっとレベルアップするとかね、選ぶとかね、なんか、見直すとかなんかもうそろそろした方がいいんじゃないですかね。なんか、ひどい気がします。こたつ記事よりひどいなと思いますよ。